軽量時のワイドマンクリス・ワイドマンは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。ニューヨーク州ボールドウィン出身。セラロンゴファイトチーム所属。元 UFC 世界ミドル級王者。UFC 世界ミドル級ランキング12位。クリス・ウェイドマンとも表記される。幼い頃からレスリングを始め、ボールドウィン高校時代はレスリングで、ニューヨーク州王者となった。 ナッソーコミュニティカレッジ時代に2度ノンジェカ、オールアメリカンとなり、ホフストラ大学に転入した後は、NCWA ディビジョン1で、オールアメリカンに2度選出された。レスリング時代には、フィル・デイビスやライアン・ベーダーにも勝利している。ホフストラ大学時代に、マットセラ・ブラジリアン柔術、アカデミーで、レスリングクラスの指導を依頼され、 そこで、ワイドマン自身もブラジリアン柔術のクラスを受講すると、3ヶ月後には、東海岸地区、グラップラーズクエストで13試合すべて関節技で一本勝ちをし、自身の階級と無差別級の2階級で優勝を果たした。卒業後も、ホフストラ大学と同大学院でレスリングのアシスタントコーチとして働きながら、北京オリンピックへの出場を目指していたが必ず、 今後もオリンピックを目指すか、総合格闘技へ転向するか悩んでいた時に、レイロン語と出会い総合格闘技転向を決意した。2009年、アドックサブミッションレスリング世界選手権で 88kg 級に出場し、2回戦でアンドレガウバオンに敗れた。2009年2月20日、総合格闘技デビュー。 2010年2010年9月24日、ロックミドル級タイトルマッチで王者ユライア・ホールと対戦し、パウンドで TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。2010年12月3日、ロックミドル級タイトルマッチで挑戦者、バウジール・アラウジョと対戦し、3から0の判定勝ちを収め初防衛に成功した。2011年2011年に、 レイ・ロンゴと共同でニューヨーク州ナッソー地区に格闘技ジム、ロンゴワイドマンロー MMA を開いた。2011年3月3日、UFC 初参戦となった UFC ライブ、サンチェス・ VS、キャンプマンでアレッシオ・サカラと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2011年6月11日、UFC131 でジェシー・ボングフェルトと対戦し、 ギロチンチョークで一本勝ち。サブミッションオブザナイトを受賞した。2012年2012年1月28日、UFC オンフォックス2でデミアン・マイヤと対戦し、判定勝ち。判定は当初2から1とアナウンスされたが、3から0と訂正された。2012年7月11日、UFC オンフュエル TV4 でマーク・ムニョスと対戦し、 カウンターの肘打ちでダウンを奪いパウンドで小勝ち。ノックアウトオブザナイトを受賞した。試合後のマイクでは、王者アンデウソン・シューバへの挑戦をアピールした。2013年2013年、UFC162 でアンデウソン・シューバを越する、ワイドマン UFC 世界王座獲得2013年7月6日、1年ぶりの復帰戦となった、UFC162 の UFC 世界ミドル級。 タイトルマッチで王者アンデウソン・シウバに挑戦。ブックメーカーのオッズは2から1で、ワイドマンが僅差で不利と見られていたが、ジョルジュ・サンピエールをはじめとした、ワイドマンの勝利を予想するファイターや、専門家が多数いた試合を、左フックでダウンを奪いパウンドでに RKO 勝ちを、収め王座獲得に成功。ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。シウバは、この敗北で約7年間、 10度にわたって防衛に成功した UFC 世界ミドル級王座から陥落した。2013年12月28日 UFC168 の UFC 世界ミドル級タイトルマッチでミドル級ランキング1位のアンデウソン・シューバと再戦。2R にシューバの左ローキックがワイドマンの膝に直撃し、シューバは左足の頸骨と肥骨を骨折。これにより、 tk を勝ちとなり、王座の初防衛に成功。ノックアウトオブザナイトを受賞した。試合後の記者会見では、相手のローキックを膝で防御する練習はしてきたと、語っている。2014年2014年7月5日、UFC175 の UFC 世界ミドル級、タイトルマッチで、ミドル級ランキング3位の両都マチダと対戦し、3パラレーノ 5R 判定勝ちを収め2度目の、 大座防衛に成功。ファイトオブザナイトを受賞した。2015年2015年5月5日、ヘンゾ・グレーシーとマットセラから、ブラジリアン柔術黒帯を授与された。2015年5月23日、UFC187 の UFC 世界ミドル級、タイトルマッチで、ミドル級ランキング3位のビクトーベ・ベルフォートと対戦し、マウントパンチで一キコが地を収め3度目の防衛に、成功。 パフォーマンスオブザナイトを受賞した。世界王座陥落2015年12月12日、UFC194 の UFC 世界ミドル級、タイトルマッチで、ミドル級ランキング1位のルーク・ロックホールドと対戦。一進一退の攻防が続く中、3R にテイクダウンを許すとそこから一気に、ロックホールドペースとなり、4R に、パウンドで TKO 負けをキッシュ王座から陥落。 敗れはしたものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2016年2016年11月12日、UFC205 でミドル級ランキング4位のヨエル、ロメーロと対戦。優勢に試合を進めたものの、3R にタックルに、飛び膝蹴りを合わされ、大流血の小負け。2017年2017年4月8日、UFC210 でミドル級ランキング5位のゲガール、ムサシと対戦。 2アールに膝蹴りを当てられ反則である4点ポジションでの、膝蹴りとレフェリーは判断し試合を中断。しかしインスタントリプレイでギリギリ4点ポジションではなく、反則ではない有効な膝蹴りであったことが確認され、ドクターストップにより武蔵の TKO 勝ちとなった。2017年7月22日、UFC オンフォックス25でミドル級ランキング8位の、ケルビンがステラムと対戦。 1R2 がステラムのワンツーでダウンするモニアール以降はテイクダウンで盛り返し 3R2、片方目で一本勝ち。2018年2018年11月3日、約1年4ヶ月ぶりの復帰戦となった UFC230 でミドル級ランキング5位のホナウド・ジャガレート対戦。一進一退の打撃戦を繰り広げるも 3R2、右フックでダウンを奪われ、パウンドで小負け。 破れはしたものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2019年2019年のワイドマン2019年10月18日、ライトヘビー級転校初戦となった UFC オン、ESPN、レース VS、ワイドトマンで、ライトヘビー級ランキング4位のドミニク・レースと対戦し、1R 序盤に、左ストレートでダウンを奪われ、パウンドで TK を負け、 2020年2020年8月8日、ミドル級復帰戦となった UFC ファイトナイトルイス VS オーレイニックでミドル級ランキング11位のオマリアフメドフと対戦し3から0の判定勝ち。約3年ぶりの勝利となった。2021年2021年4月24日、UFC261 でミドル級ランキング9位のユライアホールと再戦。 序盤に放った右ローキックがホールの膝付近を直撃し、右足の頸骨と肥骨を骨折し、TKO 負け。マットセラを死に持ち、体幹の強さから繰り出す打撃とダースチョークなどの締め技等を得意とする。また、レスリングでオリンピック銀メダルを獲得したヨエル・ロメロから、テイクダウンを奪うほどのレスリングスキルを合わせ持ち、テイクダウンからのパウンドも、主武器の一つである。 ありがとうございます。